토익컨설턴시. 내년에 이슈에 공부해요. 10周年を記念して今回は息が募集せがおります。それでは、まず、こちらから。 10周年を 記念した 年齢のキレイさ年齢グッズを募集決定。まずはこちらのカンバッチ40。なのでメイクのヘイラー、そして私市長のカンバッチが募集されます。ヘイラー嬉しいです。これは嬉しい。これは嬉しい。 ザーボ記念したい20年間に切り替わるので、スナキの新顔を見ませんハルミナーマ、ゆずるなのね。そして次はレゴバック年齢クロー続きの曜日たちが出題されています。おっしゃれー、ブラジルゲットソー。そして最後に作業ラインクリップ50年間頼むのみな。 年齢を過去作業が20秒が1位に1位が10日です。黄色でペラペラ切れね。さてそれでは次のお知らせ。はい、年齢パーフェクトイヤー完成。なるほど、本日から来年の11月11日まで年齢を10周年期間ということで、 定期的に年齢をお知らせなどをされる年になります。年齢が見えない1年になるので、具体的には3ヶ月に1度くらいのペースで何かしらのお知らせがあります。予定通りに言えばね。そして1年後11月11日、次の年齢記念日で大きな発表があるみたい。今なら楽しみだね。さてそしてもう一つ何かな。 年齢10周年スーパーウィーク開催。さあ本日から2週間かけて年齢10周年を記念した特別ウィークを開催します。何するの。年齢15、第4期必ず挑戦レベルでこんな企画をします。へえ、誰だっけが年齢フレーズだ。他にも視聴者参加からの年齢のバニラクグジュや インドクジョやるみたい。年齢を見て、何やろ。ぜひ、遊びに来てくださいね。年齢を見て、始まれ。さらに、30日の15日には、広告らとチャンネルにて、何やら、重大発表があるらしいよ。なんだろう、なんだろうね。そして、最後に、10周年を記念して、参加型企画。 年齢を大きく大会が開催されます。おえらきがいい。大きくジェット、マジカルドローさんにて、年齢のファンの方々に参加型で、お金いただき、大きな衣装のワンワードを完成させていただこうという企画です。みんなで、おえらきするんだね。泣く気程度でオーダーいませんので、ぜひお気楽に参加していただければと思います。 企画のルールは、公募資料概要欄やテックにて、絶対参加してくれよな。そんなコーナーで、今回の動画は終わりですよ。気になるのみなさんだったね。10話発表は1週間後。それが終わりなのかな。何が出るんだろうね。楽しみだね。そんなところで、またね。
게 너무 많이 이제가 축하해요. 나도 네. 어, 축하해 주네.